みんなで行くばい静岡のええとこキャンペーン。このコーナーは静岡県大型観光キャンペーン推進協議会の提供でお送りします。このコーナーでは福岡空港から FDA 富士ドリームエアラインズで80分、富士山静岡空港にひょいっと行けるグルメ、世界遺産、パワースポットと様々な力を持つ静岡県、そんな静岡のパワーを体験してもらうコーナーです。はい、私昨年末に実際に取材に行ってきましたので、その取材レポートから聞いていただきたいと思います。東西に長い静岡県、今回は静岡空港周辺エリアから40年間も SL を運行し続けている大井川鉄道についてお届けします。それでは早速感じてください、静岡のええとこ。静岡では日本で唯一ほぼ毎日 SL 列車を運行している鉄道があります。詳しいお話を大井川鉄道の広報山本さんに伺います。よろしくお願いします。お願いします。静岡県の中部になるんですけども、起点が金谷というところなんですけども、その金谷の近いところには静岡空港っていうのがありまして、そちらからだいたい15分ぐらいの場所からスタートしてますね。はい、そこからSL は千頭っていうところまで、およそだいたい片道40キロ、そこをこう結んで走っていますね。近年特にお子様に人気の催し物あるみたいなんですが、機関車トーマス号ですね。本当に実物の蒸気機関車を作ってトーマス号を作り上げたっていうものなんですけどもね、それがね、期間限定で走りますね。2016年の場合は、6月11日から、10月10日までを走る予定でいますね。これからの季節、まあ、2月3月になりますが、楽しみといえば何でしょう。静岡おでんをこの列車の中で振る舞うおでん列車なんてのも運転しますし、蒸気機関車で発生した蒸気をこう回した、まあ、蒸気暖房、スチーム暖房っていうんですけども、このやり方も非常に珍しいものなんですね。ちょっとね、その大人の楽しみもあり、そしてトーマス機関車でお子さんもね喜ぶこともあり、家族みんなで楽しむことができそうですね。はあ、大井川鉄道、全国的にも珍しいんですって。ほぼ毎日 SL 列車が運行しているっていう、で始発駅が新金谷駅っていうんですけど、富士山静岡空港から車で15分ほどですぐ行けるんですよね。便利だ。はい、で、SL 列車は昭和10年から20年代のものがほとんどで、歴史的な車両に乗って、これ私初めて嗅いだんですけど、この石炭の匂い、煙の匂い、なんかこう熱の匂い、匂いというか、なんかそういうのを感じてですね。いいでしょ、あの匂い。いやー、あったかいし、いいですよね。で、大井川に沿った茶畑の中を走るのどかな風景も楽しめるということです。そして今年もですね、6月11日から10月10日までの期間限定で、機関車トーマス号が走ります。トーマス、これ SL 列車にこう顔、トーマスの顔をつけたりですね、トーマス色の青に塗装を変えたりして、結構、ね、親子で乗るとね楽しいでしょ。またそう、リアルに再現してんですよ。で、注意していただきたいのが、座席はすべて予約制ですので、お近くの、なかなかね買えないのよね、人気だから ね、 ね、人気でしょうね。なんか早めにね、そうですね、それで予約取った方がいいと思う、はい、お問い合わせをお近くの旅行代理店か大井川鉄道までお願いいたします、さあ、そしてこれだけでは終わりませんよ。静岡の美味しいグルメ食べてきました。大井川鉄道家山駅前にあります川根のたい焼き屋さんに来ています。詳しいお話をご主人の南原さんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このお店がすごい趣のあるね。古くからやってますからね。なんか映画のセットに出てくるようないい雰囲気のお店ですね。実はね、今年ね、映画のセットで使われたの。あ、実際に。実際に。はい。さあ、そして私の目の前にありますのは、もう福岡、九州から来た私にはちょっと見慣れない真っ黒なおでん。真っ黒でしょ。びっくりすると思いますよ。
しかもこう串に刺さって縦に入ってるっていうのが本当に見慣れないです。そうですか。私らはもうこれが常識だと思ってますんで、はい、これあの醤油ベースなもんで、それとあとうちあのもう54年間あの継ぎ足してきてるもんで、まあ、こういったあの揚げ物の中から少しずつ油も出て、それがこう何でも何でもだと、もっと醤油だけの黒さじゃなくてあの旨味の黒さが出てくるんですよね。あの具はどういうものが入ってるんですか？まずうちのあのおでんの一番あの特徴はこの豚のガツっていうお肉ね。ガツ、ガツ、牛筋じゃなくて。牛筋なんかよりもよっぽど美味しい、うちはね。はい。他にははあのうちのあのおつゆがよく染み込んだ大根ですよね。うわー、いいですね。あ、じゃあちょっとこんにゃくとおガツが一緒になってるですね、はいはい、じゃあいただきます。柔らかくて美味しい。こんなに色が黒いのに味は全然濃くないですね。ね、あの色の割にあの皆さんあのしょっぱいかなと思う方がいるんですけど、全然辛くないでしょ。大根が黒色になってる。すごい、串が刺さってるのを外してその串でスッと入れるだけでこうもうほぐれちゃうんですね、はい、いただきます。あこ、うん、あ、しゅんどる。あの博多弁で、はい、あの染みてるっていう。はい、ようしゅんでます。おいしい。初めて食べたならね、うちのおでんで正解だと思いますよ。あ、よかった。ここはあの SL が止まる駅なもんで、ここであの降りた方は、まあ、ほとんどの方とは、まあ、あんま言いませんけど、大勢あの寄ってもらうような店になりました。美味しそう。はい、静岡おでん、あのガツと大根の他にも、うん、あの黒はんぺん、はいはい、いただいたんですけども、これも美味しいですよ、ね、で今回私はですね、川根のたい焼き屋さんというあの、はい、家山駅前のお店でいただいたんですが、うん、あの静岡おでんは静岡駅周辺や、うん、あのおでん横丁とも呼ばれている。もうちょうちんがねダーッとついてるよ、横丁なの。そうですか。あ、いいですね。青葉横丁というところでも静岡おでん食べられるということです、はいはい、こういったグルメに合う静岡ですから、うん、お茶、うん、そして観光スポットもちょっと続いて、うん、あのご紹介いたします。藤枝市にあるお食事どころ玉露の里、うん、これですね、あの四季折々のお茶のお花がお迎えしてくれるんですね。で、あの地元の茶葉を使った本格的な玉露と抹茶が気軽に味わえる茶室もあるそうです、うん、伝統的な日本の情緒を楽しみながら新茶を味わえるスポットです。さあ、そして観光スポットは蓬莱橋。島田市の大井川に架けられた木造の橋で、長さ 897.4m、うん、日本一長いそうです。これギネス記録にも登録されていると、木造の橋としてね。はい、うん、さあ続いてはこちらです。富士の国エンゼルパワースポット。ここからは静岡県内のパワースポットをご紹介します、うん、今回は須磨田峡温泉、はい、夢の吊り橋についてです。 SL 列車の終点千頭駅からバスで30分ほどの須磨田峡にかかる夢の吊り橋が、恋愛や願い事の運気上昇のパワースポットとして注目を集めてるんです。エメラルドグリーンの水面を渡る長さ90メートルの吊り橋の中央部に立って、美しい水面や周囲の山々から水や土、風などパワーを強く感じられるので、きっと何事にもポジティブに向き合える気力、勇気が湧いてくるはずだと、うん、これお写真こちらなんですが、とっても綺麗な場所でしょ。あ、これね、橋の真ん中で女性が恋の成就を祈るということも多いそうで、成就ね、はい、うん、あ、成就ですね、うん、夢や願いが叶うとも言われているそうです。いいですね。ほうほうほう、ね、素敵でしょ、鈴さん、うん、これ何、あの下が丸々見えるような橋。いや、そう、スケスケですよね。いいじゃないですか、いいじゃないですか。それでキャーかなんか言って女の子はね、実るかもしれません恋が、うん、さて今週のプレゼントの紹介です。このコーナー毎週プレゼントをご用意しております、うん、毎週1名の方に福岡静岡間の往復航空券ペアチケットが当たります。はい、そうなんです。また静岡おでんといえば、うん、魚の旨味たっぷりの
黒はんぺん、うん、こちらも2名の方にプレゼントいたします。はい、この黒はんぺんっていうのは、イワシとサバと、はい、そうですよね、骨を全部ミンチして、はい、ね、むっちりと食感もいいですよね、うん、応募はメールとファックスで受け付けます、paon@kbc.co.jp、ファックスは0927224242です、お名前、ご住所、お電話番号を明記の上、必ずキーワードを書いて送ってください。はい、お杉さん、今日のキーワードは何にしましょうか。キーワードは大井川鉄道。今日のキーワードは大井川鉄道です。毎日ね、ほぼ SL 列車が走っているという、はい、さあ、そして先週の静岡のコーナーのプレゼント、当選者を発表したいと思います。福岡空港、富士山、静岡空港のペア往復券、これを福岡市西区としみつのぶよしさんにプレゼントします。おめでとうございます。さあ、そしてうなぎパイ、こちらを福岡県粕屋郡前田文江さん、そして福岡市城南区ラジオネームウコンのみかんさんにプレゼントいたします。はい、おめでとうございます。静岡取材の様子はホームページでもお楽しみいただけます。今週のプレゼントの商品もご紹介しております。さらにお得な情報として、2月29日までの期間、静岡空港を往復利用し、静岡県内に宿泊をするレンタカー利用のお客様に5000円をキャッシュバックするキャンペーンを実施しています。詳しくは KBC のホームページにハローナビ静岡のバナーがありますので、そこからご覧ください。来週もみんなで行くばい静岡のええとこキャンペーンをお楽しみに。